さあ今日も行ってみましょう。日本人の怒りチャンネルです。大事な日本を将来につないでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう。2つ行ってみましょう。1本目は神谷総平さん参政党代表なんですけども、実は昨日ライブやってたんですよ。そこを偶然私発見しまして、おなんかやってんじゃんと思って見たんですけども、その中で神谷さん6議席もあるよと、はい、はっきり言いましたよ。私見ておりましたからね。まあその他にもいろんなことを言ってたんですけども、とにかくマスコミに騙されるなということが話の趣旨でございました。そして2本目なんですけども、あの枝野でございます。枝野幸男さんが松屋の朝定食のこの写真を載せて若干炎上かな、絶賛まで行きませんね、若干炎上中というお話でございます。で、選挙前日になりますとね、小ネタがもういっぱい膨大に出てくるもんですから、何を取り上げていいかと迷いました。この他にも小泉進次郎君の話題と、もう一つは新葉幹事長の話題、こちらも行きたいと思います。じゃあまず1本目、枝野から行きましょうかね。こちらスズポンさん、選挙前になると食事の投稿増えてて、庶民派アピール出すの面白いと、何食べてもいいから政治をしっかりせえと。まあその通りね、吉野家食べてるから応援するとかないから、そうおっしゃる通りでございます。そんなことで応援するわけありません。ただ現実論いきますと、この庶民派アピールっていうのは、まあ有権者の特に高齢者層をね動かすのは事実なんですよ。ところがこういう SNS の写真を見てる人にはね、あんまり影響がないんじゃないかな。逆に私はマイナスになっちゃうような気がするんですけども、じゃあね、右の萩生田さんはいいとしまして、今回炎上したのがこちら。これ枝野本人の、これは X ですよ。朝の街頭演説の後はスタッフと一緒に朝食を取ることが多いのですが、最近は物価高の影響でファミレスの朝定食から牛丼チェーンの朝定食にシフトしています。松屋の卵かけ朝食はコスパが良く、しばしば利用してます。写真は昨日の朝街頭の後ですと。ということで、まあね、こういうものを出しますと定番の批判は入ります。それがさっきのやつで、こういう庶民派アピールすんなよと、なんでこういうことやっかなと。まあまあこれはね、予想された話なんですけども、ただね、江戸さん、これで何がいけないかと言いますと、上から2つ目、2行目ですよ。最近は物価高の影響でファミレスの朝定食から牛丼チェーンの朝定食にシフトしていますと。これが余分な一部分なんですね。結局ただね、普通に言えばいいでしょう、思いません？いやー、この松屋の朝定食ってコスパいいしうまいから好きなんだよね、はい、今日は松屋でございますと、これだけだったらいいんですよ。ところが物価高の影響でということで、今の政府を批判した後にファミレスの朝定食から、つまり私はいつも朝食っていうのは外で食べるときはファミレス行くんだよね、でもちょっと高いから最近こっちに移んだなんて、まあ言ってるわけなんですが、でもね、ファミレスの朝定食ってね、やっぱり高いですよ。1000円ぐらいしちゃいますもん。で、私もね、あ、まあ、ファミレスの朝定ってのはまず行かないですね。行くとしたらほとんど牛丼チェーン。だから枝野さん、そういう意味でやっぱりよく分かってないんですよ。枝野さんがね、そういう物価高の影響を受けてファミレスの朝定食がちょっと高いから行けないな、いや、ないないないね、そんなことは絶対ないですよ、枝野さんの力から見てね。だからアピールってことが、これすぐにバレちゃうわけなんです。でもね、これ X のコメント欄を見ますと、面白いのはこっからなんですよ。今私が言ったように、こういう庶民派アピールすんなよというこれ批判とかコメントは想像つくでしょう。ところがね、今回今までなかった現象が現れておりました。これどういうコメントが入ったかと言いますと、何言ってんだ枝野と、このね、松屋の朝定食ですら我々庶民にとってはね、高すぎて食えないんだよと、最近いくらすると思ってんだ、やめろ、こういう声がいっぱい上がってるんです。いやいや、これはさすがにおかしいですよ。あのね、軒並み物価が上がってるのは事実なんですけども、牛丼チェーンの朝定食って安いですよ、400円台なんですよ。これをもって高いとかね、あとは枝野さんが贅沢してるのは、これはさすがに筋違いもいいところで、これは何て言うんでしょうね、イデオロギーとか支持政党とか関係ないと思います。こういうことに対してケチをつけたいと思ってる人間、まあひょっとしたら反対勢力かもしれませんよ。自民党の人たちがね、枝野をこれ攻撃するために言ってたかもしれないけども、これをもってね、私はもう高すぎてこんなもん食えないっていうのは、それはあんたが悪いんじゃないかって気がしますね。いくらなんでもおかしいと。はい、今回そういう特徴が現れました。で、もう一人実は被害者がいるんですよ。ドーン、今度平沢勝栄さん。平沢さんは何を書いてたかと言いますと、今回は時間がなかったのでセブンイレブンのお弁当にしました。これもね、なかなかコスパが良くてうまいんですよね、まあありきたりのことを書いたんですが、これもさっきと同じ二段構えなんです。まずは、こういうことでね、庶民派アピールすんなよと。
これはいいでしょ。でもね、こちらにも同じ批評が入ったんですね。このコンビニの弁当なんか最近高すぎて、確かに高いな。確かに高くなってますけども、高すぎて食えないんだよと。俺たち庶民にはコンビニ弁当にも手が出なくなってしまったんだ。ああ、いいご身分だな、平沢先生ということで、そっちに行くかというね、ことでございます。あ、そうそう。セブンイレブンといえば、最近全く別の話題で大炎上したの、皆さん、これご存知でしょうか。セブンイレブンの社長がね、これコメントを出したといいますか、会見で言ったんですけども、セブンイレブンの上げ底疑惑って皆さん知ってますか。はい、今もね、平沢先生持ってますけども、あれが上げ底になって内容量減ってんじゃねえかと、セブンイレブン汚ねえことやんじゃねえというのが、結構前からトレンドに上がってます。業を煮やしたんでしょうね、社長が。そんな言いかけなこと言うんじゃないと、ちゃんとやってるぞと言うんですが、いやー、これね、ちょっと違うんですよね。ちゃんとやってるというのは、表示されたグラム数は確かに、あ、これ合ってるでしょう。これは間違いないですよ。これをセブンイレブンがごまかすわけありません。問題はね、上げ底なんです。10年ぐらい前、皆さん覚えてますか？10年前と今と比べると、こんなに上げ底ひどくなかったです。私、はっきり覚えてますもん。で、しかもその当時というのは、中国国内のいわゆる上げ底であるとか、あとは大きなね、お菓子の箱があってね、外から見ると少しだけ窓が開いていて、中にね、美味しそうなお菓子が入ってるんですよ。ところが、蓋をそーっと取りますと、他の部分は全然お菓子が入ってなくて、ただのね、詰め物がしてあるだけだと、うわ、ひでえな中国という形で笑ってたと思うんですよ。ところが、見てください。今や日本が中国化してます。こんな形で上げ底することないでしょう。だからみんなが揃って上げ底をやめれば、パッと見て量が見えるんですよ。だからスーパー、私昨日も行きましたけども、お肉ね、1000円ぐらいでバッと肉がたくさんあるように見えます。いや、ほとんどね、ドーム型してるんですよ。なんであんなことするんだろうと思うと、もう情けない限りでございますよね。ってことで、まあ、これは東洋経済の記事なんですけども、パフォーマンス目的があることが見え見えと、私もね、そう思いますね。なんかこういうのやめた方がいいんじゃないかと気がしますけど、皆さんいかがでしょうか。さあ、お次なんですけども、神谷総平さん行ってみましょう。いや、昨日良かったですよ。たまたま YouTube いろいろ見ておりましたから、お、なんか喋っとんなと。このタイミングで神谷さんがライブやってたら、ひとまず覗くでしょう。で、いろんなこと言ってたんですけども、興味深かったのはサムネも書きましたように、6という数字を出したんですね。ただこの6というのは6ぐらい取れても不思議じゃないということで、まあこれは基本的にはないと。まあ6はいいですよ。ただね、私が一番気になったのは3議席から4議席は固いという表現を使ったんですね。で、神山さん、何が起こっているかというと、言いますと、マスコミの分析でこの参政党というのは1議席取るのも厳しいんじゃないか、どうもゼロになるんじゃないかっていう報道をしているところありましたね。で、よくて1だと、そういう報道をしてました。で、これは参政党を追い落とすための、これは闇の勢力だ、まあ陰謀論的なことを言っておりました。で、最近これ神谷さんは日本保守党も結構ディスり始めたでしょ。日本保守党ばっか取り上げやがってと、おかしいぞと、なんであいつらが5で俺たちがゼロなんてと、ふざけんなというね、まあお怒りのこれライブでございました。わかりますよね、神谷さんが怒る気持ちはよくわかるんですけども、てことでね、これこのキャプチャー左下見るとわかるんですが、19分前にライブ開始と。私はね、始まってから10分ぐらいで気づいたんかな、そのぐらいからずっと見ましたけども、まあまあまあたくさんの人が集まっておりましたよ、こんな風な形でね。で、私もね、ずっと初めはただ見てるだけだったんですけども、3議席から4議席は固いっていうことをこの辺りで言い始めたんです。で、その根拠というのは、まあ我々、まあ独自の分析って言い方をしたかな、とにかく我々の分析によると3か4というのはもう当然取れていると。問題はそこからどのくらい積み増せるかという状態になってます。皆さんいいですか、騙されないでください。マスコミには騙されないでください。賛成度がこれで終わってしまうような、そういう印象操作をしてますという話をしておりました。ただ私もね、この神谷さんが1議席も取れないっていうのは嘘ですと、1議席は取れますよと、そしてうまい声で言ったら2議席ぐらいの吹かし方であれば、まあこれはね、もうこのぐらい言わんとあかんだろうと思うんですが、0か1かという予測が出てるところに3か4は固いという分析が出てるっていうのは、これはいくらなんでもマスコミと乖離がありすぎると思ったもんですから、ドーン右下なんですけども、私も一応書きましたよ昨日ね。3議席から4議席は信じられませんと、こういう形で生放送で開始、コメントをね、載けました。まあ残念ながらこれはね、神谷さんの目には止まらなかったようで、あとはこれについてのコメントもなかったかな、なんでないんだろうと思っちゃったんですけども、これがね、昨日の配信でもの
ものすごく私は不可思議だったところ。でもこれは明日結果が出ます。もし明日ですよ、0もしくは1だったら、この数字は一体ね、参政党の神谷さんどっから弾き出した数字でしょうかってことになります。そしてその逆に、これが当たって本当に3、4だったら、これ神谷さんの怒りはもっともだと。はい、だから私はこの段階では神谷さんをね、称賛することもできなければ批判することもできません。わかんないんですよ。で、明日ね、この結果が出たら、このライブはまた振り返ってみて、別の動画で私はね、あげたいと思っておりますよね。さあ、そしてね、はい、おまけなんですけども、2ついきましょう。まずは小泉進次郎君、これ炎上しました。なんて炎上したと思います？なんか皆さんわかるでしょ、何やってんだ小泉、それは道交法違反だっていう、まあどうでもいい話なんですけども、箱乗りというね、懐かしい言葉がね、踊っておりました。箱乗りなんかすんじゃねえよと。箱乗りのね、これはもう特許っていうのはね、これは鈴木宗男だろうと。鈴木宗男さんすごいですもんね。箱乗りやってうわーって人でございました。ただね、これもね、さっきの枝野と同じなんですが、このぐらいをもってね、道交法違反とか何やってんだよおいって批判するのはちょっとなという気がします。で、箱乗りっていうのはいわゆるこんな感じのやつでしょう。まあこれはやりすぎだと思うんですけども、最近のこれ動画ですよ。まあおそらくは10代後半ぐらいのね、まあ僕ちゃんたちがね、こうやってやってると思うんですけども、まあこれをやったらもちろんいけません。あとはね、思いっきしこう、なんだ、腰をね、この テーブルじゃないや、このドアのところにかけてですよ。そして乗るんだったら箱乗りなんですけども、まああれは箱乗りとは言いません。あ、それにしてもね、これ皆さんどうです？彼やっぱりかっこいいと思ってやってる。あ、そりゃそうだよね、かっこいいと思ってるからやってんだよね。まあ10代後半ぐらいだと思うんですけども、私はね、10代後半の時点で、まあ生きるという気持ちはよくわかりますよ。おい、この野郎ってね、ちょっとガン飛ばしてやろうとかね、まあこれは男だったらいいでしょう。19とか20歳でね。ただね、僕はね、こっちの方はね、その頃も全くね、興味はなかったです。逆にだかっこいいなと思って見てましたね。はい、まあもともとね、いや昔ね、暴走族やってたぜなんて人もね、視聴者の中にはいるかと思いますけど、まあこれはね、どうかと思うな。まあまあでもね、大概20代の頭ぐらいにはこんな卒業してね、いや昔はバカなことやってたなっていう風になるわけですから、まあこれもね、若気の至り、人に迷惑をかけなければいいんですけどね、若気の至りもね。皆さんどう思いますかね。さあ最後なんですけども、新葉幹事長言ってみましょう。これ昨日ライブやっぱりやっていたんですよね。で、新葉さんはね、これは秋田県の由利本荘市のホテルからやっておりました。39分ぐらいやってたかな。はいはいはい、やってましたよね。まあ、私はこれアーカイブで見たわけなんですけども、最後にダメ押しをしてました。手元のメモをちらちら見ながら、今までの選挙戦を振り返ってね、国民民主党の立候補者を一人一人をね、まあ、面白おかしく挙げつらえながら、あいつはいいねって、もう立ち住まいね、居住まいがいいんだよ、ケツなんかプリプリっとしててしまってんだよな、体脂肪 6% だったよとかね、そんなことを言ったりとか、あとは目力が俺よりすごいとかね、あとは東海村、これは茨城県かな、そこの浅野武史っていう候補はすごい心が素晴らしい、レントゲン撮るとね、愛って字が浮かんで見えるんだぜ。はい、こんな形でいつものように笑いを取りながらね、いやーやっぱりこの人エンターテイナーだよな、まあまあまあすごいと思いますよね。まあこれで選挙終わったら、国民民主は確実に議席をね、バーンと伸ばすと思いますので、まあ今後ね、これ行くでしょうね。しかもね、まあこの何でしょう、 YouTube を使ったこの選挙戦略というのは、まあ石丸さんがまあ一番ね、まあ燃えたぎったと言いますか、まあまあ先鞭をつけた感じがするんですが、石丸さん何と言っても選挙に出てませんから、やっぱり話になりません。で、今回ね、これで選挙終わりますけども、国民民主の場合ってこれまあ政党になりますよね。で、しかも参議院議員選挙も控えてますんで、これはね、国民民主の YouTube 戦略というのはどんどんうまくいって、これはね、党勢拡大すると思います。まあ、特にこの新葉幹事長の存在極めて大きいと思いますけど、皆さんどう思われるでしょうか。それでは、今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。